ちは、石倉奈です。こんにちは、島倉聖奈です。はい、今回は企画ではなく、ちょっと、断捨離をしようかなと思ってたんですけど、ちょっと想像以上にウォークインクローゼット2つあるんですけど、ちょっとやばくて、まだちょっと公開できない状況なんで、ていうか、まあ見てたら、最近こういうの買ったなと思って、そういうのなんかさ、紹介できたらなと思って、9月の購入品紹介して、で今そのウォークインからこうバーって見せて、大体4アイテムぐらい、6アイテムあんの、これ4アイテムぐらい。この時期ってどういうの買ってるの、実は。なんか年末にかけてさ、パーティーとかさ、ちょっとイベント、仕事のイベントもあるし、それに行って、なんかちょっとドレッシーのワンピースとか欲しいなと思って購入したのと、ブーツ。ブーツね。だから、ショートブーツが欲しい。あー、いいね。で、私が買ったのって、まあ、いい株だよ。ショートブーツのせいで、今月でも自分に何も買ってない。俺からね、いや俺暑がりやから T シャツまだ買うことが多くて、で夏の時期ってさ、もう人気なもんバーってなくなっていくやんか、売り切れになったりとか、だから意外とこの秋に買って来年着たりとかするんだけど、これがなんかおすすめされてさ、4回着たのかな、まあもうほぼ新品よ。トム・デ・ギャルソンとノースフェイスの、これ背中にこうやって入ってて、トム・デ・ギャルソン買ったことなかったよ。でもなんか勧められて限定だからって買ったんやけど、なんかちょっと違うなと思って、なんかおへその方にさ、くんだよ、あとが結構多い。まあ厳密に言うとおへそというかハートマークが来るから、なんかちょっと可愛いなと思って買ったけど、まあもう着ないかな、これは。うん、プレゼントしちゃったらいいな。プレゼント企画でも何でもないけど、捨てるのはさ、もったいないやん、服って。まあ、誰か親戚にあげたりとかさ、あるけど、俺親戚そんなおらへんから、まあ、見てる人にあげよう。そうやってさ、泊まりとか行った時にさ、そういうタイミングでさ、企画でプレゼントしてるんじゃない？そうね。T シャツは3万円じゃないかな。まあ、これあげます。3万円したら。で、まあ、もうニット、カーディガン、ニット。普通に可愛いなと思って。説明めっちゃむずいんやけど、これなんで買ったか、可愛いと思ったから買ったけど、まあこの季節ニット、これからの季節ニット必要だもんね。うん、しかも紺って合わせやすいじゃん。まあもちろんプレゼントはないです。お気に入りできてるってのもあるし、まあでも可愛いなと思って、なんか一個こういうのを持ってきたいなっていうのは、ニットとかカーディガンとか持ってないから。今ロゴ好きよね。ビトン、ベンディ、ディオールみたいな感じじゃない。それ言うとさ、ちょっとなんか俺それしか着てないみたいになるけど、ユニクロの白 T とかめちゃくちゃ着てるで。でも、まあ、確かに着る頻度は多い、こっちの方が。いや、まあね、ちょっとぐらい、ちょっとね、そうだなって思ったよ。あと革ジャンね、かわいい、まあ、いろいろ、これはありましたね。このさ、中の生地かわいいね。チェックね、チェックね、ね、これはウノピューっていうブランドのレザーで、めっちゃいい、めちゃくちゃいい。ウノピューのやつの石は柔らかい。ちょっと待って、全然言葉思いつかんねんけど、まあ顔にも合うからさ、俺の顔って革ジャンって感じやん、ヒゲにさ。白 T です。これはもうアルマーニ様々で、いろいろお仕事をちょっとやらせてもらったりとかで、なんか一個いい白 T 欲しいなと思って、こういう他の白 T とかはカジュアルやねんけど、これあのジョルジオ・アルマーニが本人が着てるやつで、スーツ、俺最近スーツがジャケット着るから、その時の白 T がやっぱりこういうピタピタじゃないと結構締まらへん。刺繍で GA って書いてて、さすがにこれ俺乳首もすんごい立つねんけど、まあでもアルマーニさんが乳首正してこれ着てるから、まあ、イタリアスタイルはそういう感じかなっていう。心地がいいね、触り心地。時間はえぐい、やっぱり。やばいね。白 T って多分結構みんな悩むんだけど、こんなにすごい白 T には出会ったことないかも。わかるわ。いいよ。
あと靴下買ったりとか、靴下は基本的に全部ユニクロやから、なくなるよあれ。すごく不思議な出来事が起きるよね。靴下がなくなるってどういうこと？1ヶ月に、まあユニクロで買うとき6足ぐらい買うかな。6足綺麗になくなるって、また1個ずつなくなっていく。しかも全部同じ色で買うよ。だからなんかこう色違うかってその組がないとさあれやんか。だから全部黒を6セット買うと12個あってんけど、ソックスがまあ多分仕事地方行った時だったら置いて帰るのかな。いいんだけど、まあ、いい私紹介したい。で、まず最初にショートブーツ、じゃーん、これです。はい、今年ね、一足なんかいいやつ欲しいなと思ってたんで、すごい、これヴィトンなんですけど、すごい形が綺麗なんです。とにかく綺麗、シルエットが。で、あのね、ヴィトンって分かりづらいのが、ここに後ろにワンポイントだけこういう UV ってなってる。なんかね、何でも服合わせやすいし。俺のお気に入りは違う私のお気に入りは俺が選んだから私のお気に入りは俺が選んだから、ね、やっぱりサイドゴアのブーツが、ね、昔から好きで、こういうで久しぶりにいいのに出会いました。で、俺のお気に入りは、この後ろ見せてあげて、この LV のマークが右足逆なんよ。細かい細胞で見てますね。本当は多分 LV ってまあ普通にこっちの向きなんやけど、これが反対で、なんかまあなんか一時期多分コレクションかなんかで反対の時期を出してたんやけど、まあでもなんかこういうのが、ね、男性好きやん。なんかちょっと反対違うよみたいな、いいねみたいな。なんか、そうなんだ、好きだった。なんかさ、自分のさアイテムより私のアイテムの方がめっちゃ喋ってるよね。違う違う、どうした自分のアイテム。いや、マジすごく可愛くてお気に入りです。ありがとう、ノア。はい、大丈夫でください。でね、あのブラウス、これはビクトリア・ベッカムのブランド。すごいな。VV、ビクトリア、何、もう一個 V が来てベッカムなんだよね。その間の V って何だろう。ビクトリア VS ベッカムじゃない。じゃあそうかもしれない。今のうまい、今のうまい。確かにね、そういう説はあるかも。後ろのシルエットがすごい綺麗で、あのほら、チームラボプラネッツ行った時に着てたブラウスです。そうあれか。そう、でこういう風にさ、可愛い刺繍が入ってるんですよ、サイドに。見て、お花だけかなと思ったら目の刺繍が入ってる。本当だ、目入ってる。目入ってんの。これ可愛いな。そうなの、なかなかないデザインで。で、これもビクトリア・ベッカムのブランド。ビクトリア・ベッカム。そう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 。何気ない白のさ、これワンピースなんだけど、着てみたらすごく綺麗なの、形が。こういう後ろのさ、ちょっとなんか清楚にあの見せたい時に、こういうワンピースに、サイクルの大変黒い日に、ちょっとモードじゃない、白のさ、こういうモードの人たちに合わせ、皇族の人たちって感じする。そうそう、なんか、なんかクリスマスのデートとかでもさ、着れそうじゃない。確かに確かに、白の方がいいね。女性はほんとキリがないからね、服。本当に俺のタンスも全然喋らさんよ。ちょっとね、柄系のワンピース、可愛くない。普段なかなかこういう柄系のさ、ワンピースってさ、買わないんだけど、確かに珍しい。ちょっとチャレンジして買ってみた。結構薄くない？これ寒くない？仕事のイベントとかパーティーとかで着れたら可愛いかな。何イザベル。あんまりブランド見なくて買っちゃうから、何のブランドかって分かんないんだよ。イザベル、マジっていう感じ。あと、うん、でクレジットつけとくね。これもヨーロッパ、これもイタリアのブランド、エリザベッタ。エリザベッタ聞いたことあるよ。そう、有名なブランドや、こういう風にね。こういう服ってさ、まあ男性もそうやけど、どういう時にこれ可愛い人の直感やっぱり、それともなんかこの流行りとかを見て、あ、ちょっと似てるなとか、このブランドを誰か着てたっていうのから選ぶ。あ、もちろんトレンドも気にするし、私はあまりブランド見て買うっていうよりも、そのデザインとか好きだったら買う感じかな。
なんか冬になるとさ、ちょっとガーリーな気持ちになるよね。わかる？肌恋しいのかわからないけど、ちょっとおしゃれしてデートしたくなる。あ、イルミネーションもいいしね。そう、イルミネーションもあるし、なんか気持ちちょっと女子になるからワンピースを着たくなる。イエイ。じゃあ、じゃにゃーん。昔から来たし、大好きなんだけど、またちょっとシャネル熱が出てきた。これはまだ一回も開いてないけどね。あ、そう。シャネル熱が出てきて、まだちょっと出会えてないんだ。そう、こういう形のさ、定番のマトラッセっていうんだけど、とはまたちょっと違くて、こういうプレートがついてて。新作やろ？プレートついてんの。そう、割と新作。小銭の音がいっぱい。小銭の音がしてる。もうこういうカバンに小銭のまんま入れたりさ、すごいなって。ラッキー5000円入ってた。マジラッキー。自分のお金な、うん、こうやってね、2つに分かれてるの、入れ場所が。なんかね、それもね、なんかいいなと思って。夢があるね、こういうの見ると、なんか、うん、ね、まあ、これを買って、ちょっと頑張ろうかなと思いました。そうね、はい、すごいね。私の最近購入したもの、まったりしすぎた。もう区切りどころがわからんけど、実はこんな感じでいいかな、はい、紹介は、うん、皆さんぜひチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。バイバイ。